こんにちは、タイヤマンタイヤの鈴木です。2014年2月、3日、先ほどの動画に続きまして、もう一つだけタイヤチェーンの合わせ、切り詰めたり、多少長いものを短くする、ようなことですね、そんなこともやってますのでちょっとご紹介します。実型のこういうはしご型チェーン、はしご型チェーンというのはですね、ある程度大きさに、余裕があったり、また、少し工夫しますとね、いろいろなことがサイズを、変えて使うようなこともできます。当日どうしても少し大きめにできていたり、サイズによっては少し 大きくできている場合、またはぴったりであったりするんですけど、それが、タイヤの、サイズいくつかをまとめてるっていうところにあるわけですが、これが全部がぴったりというわけではなくて少し余ったりする場合があるんですね。で、不要なものはですね、長すぎるものっていうのは私たちもチェーンカッターありますんでね、ちゃんと切り詰めてお客様の使いやすいような大きさに、して、お出しすることができます。そして、あとはですね、実際に今まで持っていたチェーンが、車が変わって違う車にちょっと使いたいなという場合にですね、全部が全部そういうふうにうまくいきませんけども、長いものを短くするっていうのはできます。短いものをつなぎ合わせるのはちょっとできませんけども、長いものを切り詰めて短くする、ただ使う幅とかですね、その辺が許容範囲を超えてしまいますと今度しっかり焼着できませんのでダメなんですけども、幅があっていて長さだけ長いものを切り詰めるとかですね、その辺も臨機応変にやりますので、もしそんなようなご要望がありましたらね、そんなことも承っております。どうぞよろしくお願いいたします。